中山です。今回から新しい企画が始まりました。その名も中山打ってみた。はい、このコーナーはですね、実際にね、中山が気になってるパチンコスロット台を、実際に打ってみて、で、中山なりの視点でいろんな情報をお客様に、お伝えできればいいかなと思っております。はい、それで今回、打つのはこちら A ウレカ 7AO、こちらの設定6、スロッターの夢の設定6の実践。はい、エウレカ 7AO といえばですね、初代エウレカ7、こちらの正統後継機と言われているゲーム性がそっくりで、A プラス ARD 非常に楽しみです。なんといっても初代のエウレカ僕大好きで本当にめちゃめちゃ打ってました。はい、ということでね、設定6の実践ということになりますので、設定6ね、実際打つと、こんな挙動があると、こんな出方すると、こんなの今まで打ったことないと、そんなのを感じていただければいいかなと思います。それではこちら A ルカ 7AO の設定6打っていきたいと思います。実践行ってみたいと思います。行きましょう。設定6。クォーツって何ですか？スタブコーラルの中にある、ちなみにですね、初代のエレカ7は本当に大好きでめちゃめちゃ打ってました。5号機の歴史を変えた、伝説的台かなと思ってます。お、ちょっと広角っぽいとこ行きましたね。早いな、さすがに。初代のエレカ7は全話見ました。全話見ました。めちゃめちゃ面白いです。とにかくエウレカが可愛い。本当にエウレカが可愛くてね、レントに嫉妬するかぐらい、そんくらい好きでした。本当にストーリーも面白くてね、全部見たんですけど、ちなみにエウレカ 7AO なんですが、これアニメの方なんですが、この深井青っていう主人公が報告しろって言っていたら、ちょっとこれ熱い演出ですね。グランドコーラルの再活性化現象が起こっております。だいぶ騒がしくなってきたな。今日チャンスめ。差し入れです。ハイパイ特製ドリンクです。昼間で行きました。停止音が今消えた。停止音消えましたよ。ボーナス？赤まで行った。じゃあ演出見ましょうか。待っていたぞ、ウレカの子。トゥルース登場。はい、行きました。早いですね。始まって50ゲームぐらいですね。さすが設定6。はい、ちなみにレギュラーボーナスは中段ベル、なんか3分の2で揃う中段ベルらしいんですけど、それが全部揃えば ART 大体揃わないんですけど、いきます。1回目。おお、2回目。大体揃わない。ちなみにさっきレギュラーで動きはね、6回中5回6回中5回ベールが揃ったんで、設定6だとそれ 33% ぐらいでね、 ARG 入る。本当は3分の1のチャンスだったんですけど、見事入らなかったと。僕の引きはそんなもんです。先ほどの話の続きで
エウレカセブン AO は、まあ、主人公があの深井青っていう少年なんですけど、彼ですね、彼エウレカの長息子だと。でエウレカセブン AO のアニメは僕あの実際見たことなかったんですが、今日のために昨日ちょっと夜少し見ようと思ってちょっと1話を見てみたら、ちょっと面白くて7話まで見ちゃいました。こっちの状況、リビちゃん今がチャンスよ。来ました、スカブコーラル、スカブコーラルステージ。まあこれあのチャンスゾーンの前兆か降格とということで、ここでシークレットモードを入れて対戦して勝って ART 行きましょう。これ誰なんだかな、昨日見た感じだとノアこんなになったのかな。聞こえるよ、スカブコーラルの声が聞こえるって、やっぱノアだよね。やっぱアニメ見てから打つと面白いな、面白さ倍増。消えた、動きはね、まあ、弱視力が結構多いかな、やっぱり6なんで、確か設定差あったような。コスプレコスプレ、予想以上のクオリティ V。 しかしそれでもなお人は待ちたくなるのだよ。脱演出ですね、これ見ましょう。あ、何これ、エールカじゃないの、エールカ、この星を守る、ニルバーシ、エールカ出てきた。あ、トゥルースとの対戦ですね。お前、まあこれは入ってるんでちょっと中断押しをやってみます。下段にバーを滑りましたね、左中段に白7を見た。え、白七ビッグ、おー白七ビッグですね。レギュラー終わって114ゲームビッグボーナスです。パイドパイパーはい、でビッグ5スカブコーラルステージですね。おっ、弱チリよく来るな、さすがに。まだ始まりました。ここでベルカーもったいない。シークレットバトル、はい、シークレットバトルです。子役、とりあえず子役引く、うまい、子役やばい、やられた。お、熱い、お、2人ついてきました。さあ一緒です、わあついこれ、ベルナビが出てるんでこれ大チャンスですね。タッピ500、あー1000ポイント、あーチャンス生かせず、はい上手、戻りました。おー上手。お、1500、すげえな。やられた。残り5。リリベの降格、リプレイ降格状態で対決。リプレイ。クォーツリプレイです。おーベル。やられた。やられた。残り1ゲーム。おお戻した、戻った、やばい、おお逆転、リプレイ500、やられた、こう
これはジャッジバトル行きましたが勝てないだろうな。おっ、ジャッジバトル中にジャックチェリー、これはどうなんだろう。カットイン、必ず次で決めてやる。リベコートリプレイ、勝ちましたね。おそらくバトル中の子役ですかね、これ。さすが設定録やりました。しかもあれですね、準備中なしにリリベ引いてたんで、いきなりこの上乗せのやつ、連続するやつ、いきます、頑張れ、うまい、うまい、頑張れ、うまい、この上乗せ、頑張れ、いい感じ。30、まあ30いい方ですからね、これ。まあいい方です。これで20とプラス50なんで。はい、ちなみに、ビッグ5 52ゲームで ART ですね。さすが設定力早いです。ちなみに ART 中はあの子役とかベルの連続とかで、あの上乗せ特化ゾーンと言われる、なんかいろんな抽選とかしてます。まあ、詳しくはあの雑誌とかネットとかで調べてください。やばいやばいやばい、ちょっとあの、ちょっとあの うんこしたくなったんで一旦うんこします。はい、無理です。はい、1回目は単発。あ、やっぱ行きましたね、スクラブコーラルステージ。あ、まあお姉ちゃんステージですね、ノアお姉ちゃんステージ。おっ、おっ、ここで今日、ここで今日チェリー、このお姉ちゃんステージで今日チェリーとか聞いて、あのバギャーンバギャーンっていうあれはないんですね。ボーナスなくても今日チェリーだからとりあえずは行くでしょう。おお、行きました、シークレットバトル。もうまだ期待量 2.5 なんで、あ、9ゲームあるやつですね。寝る場所、お、寝る場所、500、頑張る、あ、頑張ってる、おー、リプレイ、おー、セン、頑張った、頑張る、あー、やばい、やられた、お、逆転、リプレイ、500、頑張る、お、お、なんかすげえ、普段よりすげえ攻撃、お、お、赤かっといい、なんだこれ、なんだよ、なんだこれ、今日チャンス目、ボーナスなんじゃないですか、これ。おー、すげえすげえすげえ、あれあれ、2500、ボーナスじゃない。あ、また一回逃げ回し、お、よし、いけるぞ。500を引いてないのにダメージを与えたってことは、お、あー、一
った、やっぱボーナスだ。ボーナスできました。ボーナス確定。ちなみにシークレットゾーン中のボーナスは ART 確定ですね。さすが設定6。レギュラー。まあレギュラーでも ART 入るんでいいでしょう。